動物マスクをつけたならやっぱりここに来なければなりません。旭山動物園にお邪魔しました。園長今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。園長大変にやってらっしゃる、はい、動物マスクをすでに着用されていますが、はい、これは動物はオランウータン。オランウータン、ね、はい、すごい似合いますね。今年ね猛暑も続いてたから、ね、園長のこのマスクと地肌のこの切れ目がすごい一体化してるから、ね、一体化していて、ね、こういう動物のように見えますがいやでもすごいこう見た目にもユニークで、はい、普段からこうマスクは使われてるんですか。そうですね、もう園内は大体こんな感じですよね、まあ、いろんなのがあるので、はい、このオラウタンとホキョグマとチンパンジーとみたいなのが結構買い回してますね。やっぱりこう動物にいる動物で。そうですね。なるほどなるほど。使ってみて この感想といいますか、今年特に暑い日も多かったかなと思うんですけれども。いやもうこれねマスクはもうね暑いと何をしようがきついのはきついですけれども、うんうんうん、ただ結構使いやすいし、でまあ洗って何回も使える部分もあるので、オラウタンこれ2つあるんですけども、いやもう1年ぐらい使ってるのでもまだ全然使えるので、なんかその洗えば洗うほどにこうしっとり馴染んでくるというか、そんな感じはあります。柔らかさが増すみたいな感じですよね。そしてこうずっと使われてるには見えないぐらいもうピシッとこう色も残ってて、あ、これはね、はい、染め物の力だなっていう部分を感じますよね。あ、それはそう着けていてこう小さいお子様も多いかなと思うんですけれども、はい、その反応とかいかがですか。例えばこれをつけてるともうびっくりしてなんかこういやさっきおっしゃったみたいに本当こんな顔なのかなってすごい怖がることですね。それとすごい喜ぶことちょっと別れる感じがありますね。そうですよね、はい、なんか実際にこうつけてみるとつけてる側も楽しくなるし見る方も楽しくなるし、そうですね、すごくいいマスクですよね、はい。そして僕今日キリンをつけさせてもらってるんですけれども、後ろにはですね、あら、ちょうど赤ちゃん。キリンについての知識がほとんどないんですけれども、はい、なんかキリンの生態だったり面白いところってどういうところなんですか。やっぱりキリンはね、はい、もう450日以上お腹の中に入っているということで妊娠期間も長いし、450日、生まれた時にも170センチ以上あるし、はあはあ、何事にもスケールが違うっていうか、一回食べたものを一回吐き戻して、だからよくガム噛んだみたいにくちゃ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 してるのはそれ反芻してるですからね。いや、動物マスクの魅力に触れました。ここでですね新提案なんですけれども、ほら某有名テーマパークとかって入った入場者がねちょっとこう意味つけたりして楽しむじゃないですか。そんな感じで旭山動物園訪れた際に、ね、自分の好きな動物のマスクをつけて家族や友達恋人と楽しんでみてはいかがでしょうか。この動物マスク、旭山動物園はもちろん市内各所、そしてネットでの通販も可能です。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。